今日はですね、岐阜市の、経営様って、まあ、灯油の工事と屋根の塗装工事をさせていただきまして、奥様どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、いかがですかね、終わった感じは。本当に職人さんも、はい、すごいいい対応していただきまして、で最後の最後まで細かいことまで、はい、もう本当にきちんとやっていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次もできれば中村さんに何かあればまたいろいろと細かいことを言うと思いますけれども、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私ども知っていただいたきっかけは、ホームページか、ホームページですか。はい、ホームページでいろんなホームページの会社があると思うんですけど、たまたま問い合わせいただいたと思うんです。ちょっと目について、まあ、電話させてもらったんですけど、はい、電話した時にその事務員さんの対応がものすごく感じよくって、はいはい、ありがとうございます。本当に次2回ぐらいかけさせてもらった時も、本当にこの間もかけさせてもらった時も、本当に気持ちいい対応させていただいて、はい、もうやっぱそれが一番のきっかけです。申し訳ないんですけど、でその後も社長職人さんっていう風になるんですけど、はい、本当にそれですごい気持ちいい対応だったなと思って、ちょっとここに頼んでみようかなっていうのがきっかけです。はい、ありがとうございます。はい、帰ったら行っておきます。はい、本当に気持ちよかったです。はい、ありがとうございます。はい、まあ、工事は終わるんですけど、はい、また何かありましたら、はい、お気軽に行っていただければ、はい、何でも対応差し上げますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、すみません、奥さん、この度はありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。はい